オーライト、ヘルブリー、CP9 キャトです。今回もね、マイクラフトプレイしていきましょう。バニラですよ、モッドなし。で、前回はですね、まあ資源が足りなくて、まあ時間もいい感じだったんで、ちょっと、あそこで区切ったんですよね。まああれから、まあ木材とかの方を集めてきたんでね、家をあらかたっていうのも変だな。まあ建ててですね、まあ、区切りがついたらちょっと採掘の方をしていきたいなと思います。土の方も出しておくか。でですね、まあ一応ここの方を入り口にしようかなと決めまして。でですね、ここの方をまあ見た目よくしたいので、ちょっとこれ試してみましょうか。よいしょと。まあ、お家はですね、まあ、改装とかたくさんするかもしれないんですけど、やっぱりね、見た目がいいのにね、住みたいので、よいしょと。ちょっと凝ってみたいなぁと思うんですけど、ちょっと階段ブロック作って、てみるか。ここを半ブロックにして、いける。階段、まあ悪くはないと思うんだけどね。ここを窓にしよっかな。で、ここに原木を置いてみてみよっか。よっと。じゃあちょっとここも上まで原木伸ばしてみよっか。よっと。これで見た目どうなるかな。よいしょと。こうなるか。まあ一応原服で上まで行った方が見た目はいいっちゃいいかもしれませんね。よっと。ここも原木で木のブロックを行ってみるか。どうだろう。普通にここ逆さ階段にした方がいいかもしんないな。よっと。で、こんな風にしてみるってのもありだけど、いやー、どうしてもなんか前に出すぎて変な感じだね。あるいはここ全部撤去して、よっと。いや、撤去しなくても、ちょっと前ブロック前に出してみよっか。ここ全部。よいしょと。よし。まあ、全はね、急げってわけではないんですけど、試してみましょう、早速。原ブロックってなんだ、原木をここに置いてと。これもだね。こっちのサイドの方も前に出して、扉を少しへこました感じにしてみようか。これでどんな風に見えるかな。まあかなりマシになるとは思うんだけどね。よいしょと。ここも1ブロック前に出させてと。よし、1234と。で、ここの方に階段ブロック出して、半ブロック置いてみて、そうだな。ちょっとここは石の階段で試してみよっか。一応半ブロックまた作っておいてと。
やーなあ、これでもなかなかあれだが、葉っぱがねえや。一つ育てておこっか。じゃあちょっと葉っぱブロックの方も使ってみたいですね。おっと目の前で成長されちゃったね。まあいいや、まあ、コップ無駄になってしまったような気がするけど気にしないでおこう。よしと、ちょっとここを取り除いて草ブロックで飾り付けと、階段ブロックと、よし。なんかな、見た目的に好きじゃないな。よしと、トラップドアもいくつか作って、植えられないね。植えられないっていうか、置けないね。やっぱりここは、ベーシックに、草を、じゃなくて土を置いて、トラップドアを置いて、花でも適当に植えておくべきなんだろうね。花がないね。キノコも植えられないし、あそこから、取ってくるか、あるいは、コップ、使って、花でも咲かせてね。タンポポとか咲かせよっか。草だらけじゃねえか。いつもこういう時に限って、赤い花とか、やった。一個だけ出てきた。出てこないんだよな。よっと。二つ目の黄色い花だね。まあ、いっか。よし。あとは適当に赤い花でも植えておこうか。じゃあ同じように反対側にもこう作っておこうかね。よいしょと。ここか。で、ちょっとここはデカめになるね。で、あとはフェンスを置いて完成させてみようかね、前の方。これで OK。さっきよりマシになったんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。あそこも階段ブロックな。もうちょっと階段ブロックも前に出させてみるか。よし、ちょっと、これでいい感じかな。それとももうちょっと前に出させてみよっか。これだと前に出させすぎてるような気がするんだよな。ちょっとそこら辺の加減が難しいですね。まあ下から見えるところあんまり大きくないけど、それでもやっぱり見えるときは見えちゃうんで、まあ変な凝り性ですね、僕の。よっと、置けない、置けた。あっと、失敗した。よっと、また失敗した。よっと、これでどうだ。さっきよりマシだね。で、まあ、ツバみたいな感じに周りをぐるって囲んでね、あれ作ってみよっか。ちょっと寝よう。プルプルしてるね、左上よし。やねな。まあ一応向こうの方にも完成させてみよっか。じゃあ今回はですね、まあ建設の方はここまでにして、適当な穴でも見つけて、掘りに行きましょう。一応近くの方に穴あったじゃないですか。まあそこの方ちょっと潜ってみたら
鉄が結構あったんでね、パパッとちょっとだけ掘ってきてしまったんですけど、あーちょっと食料の方も足りないね。まあパンも一つだけだけど作っていくか。イエーイ、ベーキングブレッド、新しいアチーブメントですね。木炭はあまりないけど、まあ潜れば石炭すぐ見つかるでしょう。じゃあ早速ね、掘りに行ってみましょうか。まあ適当な穴が、うわ、穴が見つかるまでちょっとカットしますね。分かりますかね。ちょっとチャンクバグの方抜けちゃってるんで利用させてもらってるんですけど、あそこに良さげな洞窟がありますんで、そこ潜ってみましょうか。あれは廃坑かな？いや、普通にわかんないな。ただ、遺跡の方はなさげですね。警告がかなり多いですね。あと、チャンクがロードされてしまいましたね。まあ、じゃあ早速ですね。まあ、豚さんのお肉をもらって3つか。結構太っ腹だな。まあ洞窟の方入っていきましょう。ありましたね、確かここら辺にありましたね、入り口の方。まあ確かあそこの中に、まあ、スクリーンショット撮ったんで今忘れてなかったら流れてると思うんですけど、ゾンビがたくさん向こうから出てきてですね、まあ、ちょいとダメージ食らってしまったんですけど、なんとか倒せたんですけど、あれ入り口あると思ったんだけどな。ちょっとこれは掘らないといけないかな。これは上に上がっちゃってるし、繋がってるねと思ったら繋がってなかった。行き止まりだったな。適当に下の方に掘っていかないといけないね。あら残念。まあ結構洞窟が入り組んでたからすぐにぶち当たるとは思うんですけどね。おっと、チャンクの方があんまりロードされてないね。よし、ちょっとじゃあ適当に掘っていくか。まあ、石炭の方もですね、燃料的には結構使えるんで、まあ、じゃんじゃんか掘っていきましょうか。まあインベントリーの方圧迫してきたら、まあ、ブロッカーしてしまえばいいだけですし。おっと、やっぱりありましたね。そうだな、木炭よりも石炭の方、松明に使っていくか。おっと、あそこにクモさんがいたね。おっと、いった、あんなところから撃ってきたよあの人。ああなんかものすごい生きちゃってるね。よっと、なぜか知らないけど助かったね。よっと、あとは、お、糸がもらえた。これで釣りの方もできますね。 1.7 の方じゃないと。おっと、新しい魚はないんで、まあ海の方をですね、前のエピソードも言ったと思うんですけど、ある程度広げて、まあマップ1枚分ですね。おお広げてね、あのチャンクの方を生成したら 1.7 の方に上げようと思います。やっぱり僕は海はどちらかというと広い方が好きなんでね。しかし結構狭いね。まあ襲われる確率が少なくなるからいいんだけど。おっと、あそこに岩盤むき出しのところがあるね。あとあそこで行ってみたいな、後で。おっと、さてと、おっと、いつの間にか匠も湧いて上がっ、よいしょと。おーおー、爆発すんな。よっと。どっかに雲が湧いてるんだけど、どこら辺にいるかな。もう行き止まりか。案外寂しいとこだな。よっと。ああ、敵の方も沸かせてるんじゃなくて、生成、ん？釜の中に入れて製鉄か、製鉄っていいのかな、
してたから鉄の通販紙作ってくればよかった。おっと、ちょっとあとで土の方掘ってみるか。これはおそらくどっか近くに繋がってるな。よっと、どんどん掘ってと。うん、向こうの方に繋がってるかな。おっと、ここに石炭があったね。よっと、ゾンビの声が聞こえるんだけどな、繋がるかな。うん、一応大きくなってるみたいだけどね。ちょっと、おっと、繋がったね。あと下にいたね。よし、こっちの方は行き止まりか。ゾンビも叩くと数が増えるからあんまり戦いたくないんだよな。鉄がたくさんあるね。やったね。まあ、これで鉄系の装備とかは一式揃えられるんじゃないかな。上に水があるな。よし、で下の方に繋がっていくと、ツルハシが壊れたけど予備のがあるからこれを使っていこう。うん、ゾンビ完全にいるね。どこら辺にいるかな。おっと、ツルハシの方も壊れたぞと。うおっと、やっちゃった。あー、でも下の方までは流れなかった。ラッキー、松明が取れたぐらいか。よし、じゃもうちょっと上の方に掘ってと。おっと、穴が開いてる。あ、水たまりじゃないのか。普通に水が穴から湧いてる状態か。あ、だけど上の方にマグマがあるね。いやらしいな、いやらしいマグマですな。なんてけしからんだ。おっと、まだ続いてるな。よっと、あ、でもこれで行き止まりだね。一応さてと、ここの砂利の方も開始していくか。何使うか分かんないけど、まあ、建設の時に道路代わりに使うかもしれないしな。よし、ちょっと、うん、完全に行き止まりだね。砂利掘ってもゾンビの声聞こえたんだけどな。まあ、マグマがあるからな。上の方に掘っていったらご対面できるかもしれないけど、あんまりリスクを犯したくないね。ちょっと石炭の方も回収していこう、がっつりとね。まあ、松明にたくさん使うしまあ、かまどの方にもね、まあ、木炭ばっかり作っていたら木材がすぐに消えてしまいますんでね。よっと、こんなものかな。よし、ちょっとで忘れずに照らしておいてと。でだな、どうしよっか。まあ、お腹も空いてるからな。ちょっとここでかまどの方を作ってご飯の方炊いて、鉄の方も作っておくか。一つ二つと。まず最初は肉だね。お腹の方もすき始めてきてるし、で今度は鉄と。5個か。まあ、ツルハシと剣作れるかもね。しかしゾンビがうるさいね。人が話してるっていうのに俺もいるんだぜみたいな感じで、自己主張してくるね。やめてほしいね。よっと、さてと、石炭の方を掘っておかないとね。まあ、何度も言うけど燃料がすぐ切れちゃうから。よっしゃと。ああ、豚肉は美味しいね。さてと、ではツルハシと
剣の方ですね。これで OK。 こんな感じでいいかな。よし、お肉の方もできたし、マグマはどこら辺にあるかな。そこら辺にあるね。さて、ここら辺から掘ってみよっかな。うわー、ポコポコいっててすごい怖いな。おっと、来たね。ゾンビは上の方に、やっぱり洞窟あったね。いるから あんまりここはリスクを犯さないで置いた方がいいかもね。よし、ちょっと、やっぱり真上の方にいるね。じゃあ一旦戻るか。おっと、こっちの方にも、うわー、モブがたくさんいる。見なかったことにしよう。では今度はこっちの方行ってみよっか。いやー、入り組んでるから探索がすごいめんどくさそうだな。おっと、金発見しましたね。ぶっちゃけて欲しいのはやっぱり地図を優先的に作っておきたいから。おー、エンダーマンの声も聞こえたな。鎧がないから目を合わせたら一瞬でボコボコにされて死んじゃうな。しかもあいった、どっから、あそっから撃ってきたよあの人。パネ、どこ行った。ああ、教えの方にズブリって入ってんじゃないか。どこに行った。カタカタ言ってんのは聞こえんだけどな。まあいいや、鉄の方回収回収。さて、どこ行きやがった。あ、矢の方が消え、矢の方が消えてるから前の中か。どっから来るのか分かんないと怖いね。まあいいや、適当に。おっと、川流しにされてるねと思ったら下の方に来ちゃった。うおっと、しゃあない。ここはちょっと砂利を使って下に降りれるようにするか。またスケさんが消えたね。どこ行ったあいつ。おっと、ゾンビがたくさん来たよ。またしい AI になってからどんな無茶な道でも。うおっと、スケさん来たよ。ゾンビ撃ってくれると助かるんだけどなと思ったら、うわ、たくさん来た、たくさん来た。やばい、ここはちょっと逃げよう。あっぶね。うん、来ちゃった。ちょっと待った、丸石の方出しておいてと。今行った体だけか、OK、弓の方も落としてくれたね。早速使っていこう。スケさんどこに行った。もう一匹。おお、匠もたくさんいるじゃないですか。洞窟は自然にできたものなんです。僕なら私じゃなくて。うわー、めっちゃリフォームしたそうにこっち見てくるな。よっと、一応明かりつけてと。おっと、よし、ここ登ってくるときに殴っておくか。あ、登ってこなくていいから。よし、パンでも食っちゃうか。 OK。 さてと、たくみさんはどこにいるかな。消えたね。おっと、ゾンビがそこにいたね。おっと、痛い、殴られた。あれ、匠どこ行った。消えてしまったね。
まあいっか、一応明るくしておくかな。おっと、来たー、後ろから来たね。うわー、まあ、ダメージあまり食らわなかったのがせめてもの救いだけど、どこにいたあいつ、見えなかったな。よし、松明の方も量産しておいてと。どこから来たんだろうあいつ。いや見えなかったんだけどな。おっと、たくさん来たね、またゾンビの方も。おお、殴っちゃったからまた一匹湧いてきたね。うわ、また向こうにもやってきたね。やっぱりゾンビはあのダイヤ系とか作ってエンチャントであのゾンビ殺しの剣作って一気に畳み込まないと無限に湧いてきて、あのキリがなくなっちゃいますねこれ。よっと、とにかく上に登れるように作っておかないと。あっち行け、シッシッ。よっと、あ、足首くじいていったね。ちょっとお肉も一応食料なんでもらっておきましょうか。うわー、後から後に湧いてくるね。ちょっと困ったねこれは。あっと、うわー、めんどくさいなゾンビ。ちょっとあの湧くのやめてこないもらえないかな。ちょっとこちらとしてもすごい困るんだ。よっと、これで一応逃げ道確保してと。これで大丈夫だね。よし、あとあの水を止めておきたいね。うん、あの水ちょっと止めておこうか。昔だったらな、あんなにゾンビがたくさん来てるんだったら、お、ラッキースポーンだーって思ったんだけど、今はもう殴ればゴキブリのスース続いたみたいにガサガサって出てきますからね、たくさん。おっと、あ、スライムか、でかいのがいたね。スライムボールくださいな。おっと、地面に潜り込んでいきながらダメージ食らってるね。まあマルチ化して 1.2.5 の時だったかな、あとか 1.3 の時だったかな、忘れちゃったんですけど、具体的にいつマルチ化したのかは。ただその時は一応 スライムを湧いたところメモっておくか。マルチ化した時には全然攻撃が当たらなくて、あの死にまくったって聞きましたからね。まあ実際僕も、まあ、ボッコボコにされて、スライムこんなに強かったっけって、スライムに恐怖ってなんだ、恐怖抱いたんですけど、はあ、ちょっと長く座ってるせいでお尻が痛い。さてと、鉄がたくさん出てくるけどね、下の方にやっぱり潜んないとどうしてもレッドストーンとか出てこないですね。どうしようかな、カットした方がいいのかな、それともこのままグラグタと話していくべきか。まあえい、このまま垂れ流してね、どれだけ長い間潜ってるのか皆さんにも味合わせてやろうじゃないかと。何を土地狂ったんだとかようなことを話しながら、まあ行くわけなんですが、ちょっと近くにね、あ、行き止まりか、あの廃校でもあればいいかななんて思ってるんですけど、廃校、はいほー、廃校、タラッタラッタ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 ラッタッっていうメロディーの音楽ありますよね。名前全く知らないんですけど。しかし鉄どれぐらい集まった、25か、せめて2時、おっと、
洞窟出る前には1タックほど欲しいですね。ちょっと一応クラフトベンチ作って、2つほど作っておっか。私というか、1.6のアップデートで、新しいってわけじゃないですけれども、ダメージの方が表記というか、出るようになったのがありがたいですね。よっと。なんか洞窟音か。今ちょっと驚いてしまったが。さてと、鉄の方も結構集まってきたね。57個か。まだまだいけるね。豚肉の方もまだ4つあるし、腐ったお肉の方もゾンビが後から湧いて出てきて、たくさん落としてくれますからね。おっと、向こうにもたくさんいるね。おっと、ここは渓谷だね。後で探索して一旦戻って、他の方も見ておきたいな。一応あそこの上の明るくしておこう。僕の場合はいつも探索の時にはこのように左側の方に、進行方向の左側の方向に、おっと、またたくさん出てきたね。松明置いてるんで、戻る時にはいつも右手に松明があるようにすれば出れるんですけど。あそこにスケさんがいるな。めんどくさいな。ちょっとご飯食べて、あそこに登りながら戦うか。うわー、子供がいるよー。子供ゾンビマジで嫌いだな。早いんだよな、こいつ。足首くっちって死んだんだけど、また湧いてきやがったよ、もう。よっと。やっぱり子供は恐怖ですね。子供は恐怖って何言ってんだ。子供と戦いたくないですね。めちゃくちゃ怖いから。で、あそこ、下にいたスケさん、どこに行きやがった、あいつ。ていうか、ここ暗いから湧くね。よっと。スケさん、どこ行った、本当に。後ろから撃たれて爆発されたらたまったもんじゃなーい。向こうにもスケさんじゃなくて、クリーパーだね。ゲットアウェイ。バイバイ。向こうの方に下に続いていって、向こうの方は行き止まりと。まだまだあったのは、あった、見えたんだけど。オッケー。一応明るくしておこう。で、やっぱり石炭の方はね、大事なんで回収していきたいですね。出るときに2スタックあればかなりいい方だと思うんですよね。もうちょっと頑張れば3スタック以上集められると思うんですけど、やっぱり時間かかっちゃうんですよね、石炭。もうちょっとやるかったらなーなんて思ったりしますけど、あそこにエンダーマンいましたか？ なんか一瞬チラッて見えた気がするけど。どの道行き止まりだったね。よし。一応ここも念のため照らしといてと。あと、あそこにスケさんいますね。で、マグマがあると。で、向こうの方にも続いてるけど。おっと、ちょっと待ってください。目覚ましの方が鳴ってしまいましたね。よっと、これで OK。さてと、向こうの方には何があるかな。一応 Y の28だから、ダイヤモンドとか出てきてもおかしくないと思うんだけど、金もあるし。ちょっとこっちの方から探索してみよっか。よっと。鉄がたくさんあるだけで、何もあまり見つかんないね。おっと、エメラルド発見しましたね。あそこの穴を見つけた時にもあったんですけど、洞窟をちゃんと探索して見つけたのは初めてですね。よし。エメラルドが出てきてから結構長いんですけど、やっぱりどうしてもね、遅れてしまうんで、これで初
まあシングルでエメラルド得ましたね。見てくださいよ、この輝きを。目が眩しい。何バカなこと言ってんだ。おっと、まあいいや。なんかイベントがあるまでちょっとカットしますね。まあこのようなことがあったりするかもしれませんけど、まあじゃあちょっとカットしますね。まあレッドストーンとか見つけたらまたお会いしましょう。それではまた後ほど。あ、やばい。オーライト。まあインベントリの中を見ていただくと分かる通り、かなりアイテム見つけてくることができたんですけど、かなりやばいです。おそらくこのブロック一つでも開ければですね、エンダーマンが2体そこら辺に行って多分襲ってこないと思うんですけど、クリーパーとゾンビが絶対、あとスケルトンも絶対出待ちしてますね。聞こえます？行きたくねえな。まあいいや、ダイヤモンドの方とか見つからなかったんですけど、それはちょっと後にします。あの鉄スタック1以上、あの鉄スタックなくすのはかなりきついんで、まあ、うまく脱出できたらいいんじゃないかな。まあ命あったらメッケモン、あれ落ちてたのかあいつら。バカだ、ばっかり。まあいいや、もっとやばいとこにいるんじゃないかなと思ったんだけど、案外。おい、ファッケン。オッケーオッケー、ゲラウ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 。ゾンビ殴っても湧いては湧いて出てきてフルボックにされるんで、まあ、やっぱりもう帰りましょう。お家に帰りましょう。あんなね、あの腐っとおじさんたちと遊んでても仕方ないんで、帰りましょうったら帰りましょう。こっちか。まあ、ダイヤモンドとか見つからなかったら本当残念だけど、お前どこにでも湧いてくんな。あれ、どこから湧いてきたあいつ。こっか。まあいいや。まあとにかく戻ってですね、まああったかいベッドとご飯を食べて寝るとしましょう。あ、幸い外はよく青だった、青空の朝だったんで、なんか久しぶりに見たような気がしますね。来ますね。ふう、地球は青かった、水色か。具体的に言えば、まあとにかく生きて帰ることができましたので良かったですね。ただダイヤモンドが見つからなかったのが残念ですけどね。まあしかしですね、鉄がたくさん集まったんで、鉄ツールが一つ、おお、ここに来て足首くじいて死ぬってのは笑えないんで気をつけて帰りましょう。あの一式揃ったんで、ボープとか作ってですね、あのツルハシとかも全部鉄のに変えて、あのかなり作業とかはかどると思いますのでね、まあ、成功と言えるでしょう。それでもダイヤモンドは欲しかった。まあ仕方ないですね。チャンク抜けが起きちゃうね、どうしても録画しながらだと。まあ仕方ない
何回仕方ないと言えばいいんだ。まあいいや、とにかく結構カットしたと思うんですけど、まあ、今回もね、楽しんでいただけたら幸いです。さてと、次回は何しよっか。まあ家の方もですね、オフカメラでパパッと作っていこうかなと考えていますが、まあ、適当に考えておきます。それじゃあ、また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。